奥多摩にやってきました。総額渓谷都会を忘れてちょっと避暑地へ。皆様おはようございます。朝がやってまいりました。ただ空はあいにくの曇り空、天気は安定せえへんけど夏がやってきました。皆さんいかがお過ごしですか。この蒸し暑さに早々に嫌気がさしたので夏から遠ざかるべく今日は避暑地へ。お弁当持ってって自然の中で食べてやろうと意気込んでます。卵焼きよりも具が入ってる卵焼きが好きで何かしらいつも入れちゃうんやけど、やっぱネギがねいっちゃん好きです。美味しい。盛り付けと詰め込むセンスが皆無なので思うままにぶち込んでいきます。朝ごはんは弁当の残りでワープレートみたいなの作りました。まあ、パパッと食べて早々に出かけようと思います。ご飯がまだ炊けてなかったので炊けるまで先にメイクしちゃいます。いやコスメに疎い私、最近いろいろと試しているのですがメイクって楽しいなって気づきました。いや今更すぎるんですけどね、このお洋服にはこのコスメ、こういう時はこのコスメって手探りでやってるんやけど、その研究がね楽しいです。ちょっと研究って大それた感じで言っちゃった。今回使ってるコスメもお気に入りたちです。その中でもねこちらのマスカラがめちゃめちゃいい、パシオさんのパーマネントカールマスカラです。滑らかでダマになりにくくて何度塗っても重たくならず、ふわっと軽い感じ。汗をよくかく季節やから落ちにくさも重要になってくると思うんやけど、こちらありがたいウォータープルーフ、やけどクレンジングでオフできます。上向きカールを持続してくれるお気に入りのマスカラです。誰かに合うわけでもないけど、しっかりメイクするっていうのはもう自己満ですね。やっぱメイクしっかりしてるとやる気出るし、自分がいいなと思える自分でいれるので、人と会う予定がなくてもバッチリメイクしちゃってます。メイクがね自分の機嫌を上げてくれる要素の一つなので、最近メイクとても楽しいです。楽しんでやっちゃってます。何が自分に合うのかって結構難しいんやけど、いろいろと模索しながらやっていこうと思います。メイクしてたらお米が炊けたので髪の毛ボサボサやけど、これはもう後でやります。お米入れてお弁当も完成、朝ごはんも完成しました。それではいただきます。
雨、都心から離れて一人で森林浴しにやってきたんですけど、合ってる？私これ降りてきてんけど合ってる？私はここを降りてきたんやな。めちゃめちゃ大自然、わあ気持ちよい。都会を忘れてちょっと避暑地へ癒されに来ようと思ったわけなんですけれどもね、あまりにも軽装すぎました。私これなんかお弁当食べるところとかあるかなって思ったんやけど、この感じ食べれんかもしかもちょっと雨やしね今日。お、総額渓谷、わ、奥多摩にやってきました。総額渓谷、うわ、私一人でね来てるんですけど、これおなご一人で候補がいいかも、うん、シダクラ橋やって、老朽化による安全確保のため同時に渡れるのは2人までとします。ちょっと待ってくれ、でしょうか。待って待って待って、私の心臓がダメって言ってる。ということでね、皆さんこの景色楽しんでいただけましたでしょうか。おこんこと、全然おこんこと、橋渡られへんこと。まあ結構ね堪能したので帰ろうかなと思います。めっちゃ待って、めっちゃ綺麗でできてるかも、燃えかかってる。え、待って、私帰るわさすがに。皆さん本当ね、誰かと来た方がいいと思います。はい、なんかここに来るまでの道中、電車乗ってバス乗ってっていうのもさ、なんかすごい田舎に帰ってるみたいで心地よかって、めっちゃいい匂い。小学渓谷ありがとう、楽しかったよ、自然を味わわせていただいた。ただいま帰ってきました、お家。いや、それにしてももう湿気、雨で前髪がねやられました。なんだこれは、前髪、汗もかいたしかなり時間が経ったんですけど、アイラインも残ってるわ。これマジ買いです。もうお弁当食べる間が本当になくって、なんか電車来るの待ってる間にね、実はパパパパって食べてしまいました。あんだけ雨が降ると思ってなくってね、ちょっと想定外の出来事でしたが、まあそれもね思い出になるよねって、後から思い返したらおもろーってなるからね、いい思い出ができました。
夜はファシオのラッシュリペアセラムを使ってまつげケアしてます。これ7月16日に発売したやつなんやけど、目の際からまぶたまでこれ1本でケアできるまつげ&目元用美容液です。とろみのある美容液がまつげ1本1本均一にしっかりとついてくれて塗りやすいのも嬉しいポイントです。これにはまつげ補修成分が入ってます。朝使ったパーマネントカールマスカラとこのラッシュリペアセラムを併用するといいらしいって聞いて、あんまりまつげ美容液とかね使ってない人生で今更焦って使うようになったんですけど、これもほんと自分の気分を上げてくれます。朝晩スキンケア前にささっと塗るだけやから手間じゃないし、それで自分の好きな自分に近づけたらバンバンざいってことでね、気になったらぜひぜひチェックしてみてください。今日も一日自由気ままに一人を楽しんできました。そして気分を上げてくれるファッションアイテムを日常に取り入れ、暑い夏乗り切りましょう。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。